72丁目駅は、マンハッタン区、アッパーイーストサイドとレノックスヒル境の72丁目から2番街、交差点に位置するニューヨーク市地下鉄、IND2 番街線の駅である。N 系統が、ラッシュ時のみ、Q 系統が終日、R 系統が、ラッシュ時に、北高1本のみ停車する。改札外へのエスカレーター改札外、インディペンデントサブウェイシステムは1919 19年に、 東路線の建設を提案した。しかし、世界恐慌で計画は立ち消えとなった。この路線は今はなき IRT2 番外線と IRT3 番外線の代替となる予定だった。当駅は72丁目高下駅、67丁目駅、76丁目駅の代替となる予定だった。1968年に発表されたプログラム4アクションでは、 126丁目から34丁目にかけてと34丁目からホワイトホールストリートまでの2区間に分けて建設されることとなっていた。なお、1970年10月まで72丁目に駅を設置する計画はなかった。1999年に地域計画協会は計画された31の駅のうちの一つとして72丁目を 含む2番外線の建設を検討した。それによると、駅は70丁目、72丁目と74丁目に出入り口が建設される予定になっていた。最終的な環境への影響の声明は2004年4月に発表された。駅の最初の設計は1999年から2007年の間に約8年間続いた。2007年11月、 米国運輸長官のマリー・ピーターズは2番外全プロジェクトの第一段階のために7年間で13億ドルの連邦資金を受け取ると発表した。しかし、まだ署名されていない契約の価格に影響を与える建設資材とディーゼル燃料のコスト増加のために、または2008年6月に構造を簡素化することでコスト削減を行うことを発表した。これにより、 島式ホーム2面3線から、島式ホーム1面2線へ縮小されることとなった。提案された72丁目駅のための変更をカバーする補足の環境影響の調査は2009年6月に完了した。建設中のトンネル建設中の改札外2007年3月、IND2 番外線の建設再開が決定した。 1> 第1期区間の建設は44億5000万ドルから45億ドルになるとされ、2番街マイナス105丁目から72丁目を経由し、3番街マイナス63丁目までの区間が該当する。または、92丁目から63丁目にかけてトンネルを建設し、92丁目から95丁目にかけてにトンネルボーリングマシン用の発射箱を建設し、 69丁目と72丁目にアクセスシャフトを建設する契約を建設会社と結んだ。また、建設はスカンスカ USA シビル及び JFC コンストラクションが担当する。2009年6月5日に建物が倒壊の危険にさらされていると判断された。あと、1772番街にあるマンションがニューヨーク建築局によって避難させられた。 建物の避難、並びに2009年6月29日に1768に番外301東92丁目にある複合用途の建物は発射箱の南部の岩盤を除去するために制御された葉っぱを使用するという受け負い業者の計画を遅らせた。葉っぱ許可が発行されるまでは、または受け負い業者に岩盤を除去するために機械設備を使用することを要求した。 2009年10月の時点で一つの建物が支えられ二番目の建物で作業が進行中だった。または11月2日の週に開始するために発破スケジュールの見直しを行った。2010年5月にはトンネル掘削機が92丁目から二番外科を72丁目経由で63丁目、レキシントンアベニューまで掘り始めた。2010年10月1日、 または SSK コンストラクターズとの間で72丁目駅と既存の63丁目駅とを結ぶトンネルの採掘及び72丁目の発掘と思い土木建築物について431万ドルの契約を締結した建設は将来の入り口の場所である69丁目と72丁目で2本のシャフトを通して行われることになっていたこの地域周辺の岩石は主に マンハッタン変岸であり、一般的に葉っぱのための安定した場所と考えられていたので、2011年1月18日に発信した。2012年8月8日、当駅での爆風により、岩が駅の敷地を飛び越えた。約2週間後の2012年8月21日、72丁目駅への制御されていない爆風が誤って行われ、破片が空中に投げ込まれ、 周辺の建物の窓が壊れ、近くの歩道が損傷した。洞窟掘削は2012年8月に終了した。2011年8月にトンネルから泥を除去するために建設された廃屋の解体は2013年4月に開始され、2013年10月までに終了した。2013年1月までに96.3%が完了し、 177,873立方ヤードの汚れが駅から発掘された。駅とその南のトンネルでも防水加工が行われていた。電気、配管、線路、信号システム、出入り口を含む駅の仕上げ工事の契約は2013年2月に二億5,800万ドルの価格でジャドラウコントラクト社と締結された。二千十四年五月十二日駅の改札外は 完成していて、備品の保管に使われていた。9月に、駅の大きさは、ゴシミストによって、非常に大きく、5万5000頭の像が巨大な洞窟の中に収まると判断された。72丁目と69丁目の駅の付属品は、2014年から2015年の冬に完成する予定だったが、2016年10月までには、付属品の仕上げがまだ行われていた。 駅の中2階、配管、電気、機械はもともと2015年秋に完成する予定だったが、完成予定日は2016年9月に延期され、その後は単に2016年秋まで延期と案内されるようになった。ラッシュ時のホーム2015年4月時点では56%が、2016年10月時点では92%が完工していたが、 2016年7月にさらなる延期が見込まれることが明らかになった。通信装置やエレベーターが完成しておらず、同時に開業するタフタ駅より開業が遅れる可能性もあった。しかし、12月14日に当駅は2番外線のタフタ駅と同時に開業する予定であることが発表され、5日後の12月19日にはすべての試験が無事終了した。 数多くの延期やトラブルを乗り越え、2017年1月1日に開業を迎えるのであった。分岐点の準備工事がなされている区間105丁目から、レキシントンアベニューのハーレム -125 丁目駅まで続く2番街線の第2段階の建設が完了すると、第3段階の72丁目駅、ハウストンストリート駅が建設される計画となっている。 線路は現在使用されている63丁目線への接続線から分岐する予定。この線には現在大きな暫定的なトンネルまたはベルマウスがある。しかし現在では資金が当てられていない。またハウストンストリート駅までの延伸が行われた際に T 系統の運行が開始される予定である。 追加の接続線である ST-1 と ST-2 の線路は63丁目と一番外にある既存のベルマウスを使用してロアーマンハッタミへの線と IND63 丁目線クイーンズ方面の間に計画されている。現在の計画では通常の営業運転で使用するのではなく非営業者の移動に使用しジャマイカ車両基地の接続を提供することを求めている。 IND クイーンズブールバード線の容量が増加した場合、またはクイーンズ東急港バイパスが建設された場合は、この接続によってローアーマンハッタン方面からクイーンズまでの列車が運行される。2番出入口あたり駅は、島式ホーム1面2線の駅で、前述の通りコスト削減を目的に、当初の2面3線から縮小されたものである。 ホーム幅は27.8フィートあり、他路線の地下鉄駅よりも広く取られている。地表からは99フィートあり、二番街線の第一段階で建設された三駅の中で最も深い位置にある。他の二番街線の駅と同様、ワシントンメトロを彷彿とさせる円形の天井がある。また、空調システムも完備されている。駅の南に南北線間の点鉄機があり、 その先で BMT63 丁目線に合流する。ここは、またないでは、南港が G3 番線、北港が G4 番線と故障されている。なお、2番街線は、南港が S1 番線、北港が S2 番線と故障されている。また、当初は2面3線の駅として計画され、折り返し列車を設定できるようになっていた。しかし、 コスト削減を目的に現在の配線になった。そのため駅全体の幅は100フィートから70フィートに縮小された。駅にあるアートワークパーフェクトストレンジャーズビク、ウニーズ制作のアートワークパーフェクトストレンジャーズが飾られている。エスカレーター11機とエレベーター5機、階段2本が地上へ接続している。出入り口の位置は以下の通りである。 70丁目の入り口72丁目の入り口。ありがとうございます。